さあ皆さん始まりました。今日1回目の動画配信ですね。日付1月5日の今ちょうど15時なんですけど、昨晩ニューヨークダウ、まあ上がりました。最高値更新。ただしナスダック、金利の上昇を伴って、ハイテク株、まあグロース株がこぞって売られてきたっていう形になってるので、現状ね、ナスダック大丈夫なのかっていうところ、そこをですね、ちょっと全体像を把握しながら、見ていきたいと思います。分析していきたいと思います。で、僕はですね、2013年から7年間証券会社に勤めていた元証券マンで、今はですね、投資系 YouTuber ですね。で、最後はですね、本店勤務で、主力として活動してたんですよ。部次長合わせてトップ5の成績残したりとかもしてたんで、何回もですね。で、社長賞も何回も取って、準 MVP とかも獲得してます。なので、実務経験をしっかりと積んだものが情報配信してるっていうところを踏まえて、これからの話ね、聞いてもらえるとすごい嬉しいです。なのでよかったらね、チャンネル登録と高評価ボタン、あとコメントね、皆さんど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 んいただけたらすごい嬉しいです。というわけで、まずはですね、いつも通りニューヨークダウのチャート分析から順番に進めていきましょう。で、こっちに関してはですね、まだ怪しい動きはしてないんですよね。MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを下から上に突き抜けて、ゴールデンクロス上昇トレンドを鋭角に形成中。で、ストキャスティックスは兼ね過ぎなんだけど、RSI もまだ切り上げてるんですよ。まあ、トレンドはまだ強いんですね。で、直近の高値ラインも抜けてきてるし、まあ、バンド幅も若干広がってきてるので、まあ、バンド奥に発展するかどうかっていうところを見たいですよね、とりあえずね。で、出来高も、まあ、着実に増えてきてると。まあ、こういった形で、ニューヨークダウンに関しては、まあ、上髭を伸ばしているのがちょっと気にはなりはするけれども、まだチャートパターンは壊れてはいないんですよね。壊れてはいない。で、ニューヨークダウンの上下に寄与した銘柄かな、そこの動向を見てみても、今ですね、昨日の夜のライブ配信で皆さんにお伝えした通り、やっぱセクターローテーションですね。まあ、去年から皆さん言ってる通り、やっぱし入ってきたって形なんですよ。で、上昇企業の1位がゴールドマンサックス。ここは 3% 上がって、ニューヨークダウンを80ドル相当押し上げている。で、その下にキャタピラー、JP モルガンチェース、ボーイング、アメリカンエキスプレス、景気敏感株、バリュー株ですよね。中核が大きく値を上げています。逆に下がってる銘柄は、ユナイテッドヘルス、セールスフォース、マイクロソフト、ウォールマート、アップル、この5銘柄。特に、セールスフォース、マイクロソフト、アップルですね。テックが全体的に昨晩はですね、下がってきてるような状態なんですね。もう、よくあるパターンですよね。もうこれはもう、コロナショック以降何回も何回もあったセクターローテーションの、まあ、パターンが、上昇企業の上位、下落企業の上位の銘柄群の顔ぶれを見ても、まあ、明確にですね、やっぱし出てきてるんですね。明確に。はい。まあ、そこをですね、しっかりと押さえておいた上で、次に見ていくのが S&P500 のチャートですね。はい。ここの分析に移るんですけど、ここは MACD の青のラインは若干傾斜緩やかになってきている。ストキャスティックスは過熱気味。RSI の抵抗ラインもちょっと見てみるんですけど、上値の抵抗ラインを引いてみたらわかりやすいかな。ここのラインは抜けてるんですよね。まだここのラインは抜けてるんですよね。でもう一つかけるとするならここのライン。ここのラインで一旦頭を押さえられちゃってるんですよ。ここを抜けてくるかどうかですよね。抜けてくるかどうか。ただし、まだ RSI のこの上値の抵抗ラインっていうのかな。ここをピークとすると上値は切り下がってるんですよね。で、こっちの上値の抵抗ラインは逆に切り上がってるんですよ。ちょっとダイバージェンスっぽくなってきてるところはあると思います。なんで MACD も早くここの高値ラインを抜けてほしいんですよね。抜けてくれるとダイバージェンスっていうところの不安感はなくなるんで、まあ、とりあえずは S&P500 のビックス指数を見てもまだここは怪しいパターンを形成してないんですよ。まあ、これがS&P500 の恐怖数ですね。まあ、オプションに関わるところで、機関投資家がヘッジですね。保険をかけてくると、オプションね。ここのビックスっていうのは大きく上がりやすいんですよ。で、今のところこのパラボリックと、MACD に関してはまだデッドクロスを形成していて、ゴールデンクロス、まあ、上昇トレンドを形成するようなパターンを形成していないですから、ここを見ると、まだね、機関投資家楽観視してるところはあるんじゃないかなっていうふうに S&P500 に関しては思うんですよね。で、S&P500 のセクター別騰落率もちょっと見ていくんですけど、ちょっと画面共有します、ここで一旦。
こんな感じですね。昨晩最も上がったセクターはエネルギーセクターなんですよ。まあ、コモディティ類ですね。あとはその WTI 原油も上がってきてるんで、ここが 3.46% 上がってる。で、ここですね、バンド幅、ボリンジャーバンドの上の青のラインと下の青のラインが拡大してきてるので、これワンチャンもバンド奥なんですね。で、高値ラインもちょっと抜けてきてるっていう形なんで、バンド奥っていうことになるならば、日柄調整が入ってくるまではしばらく上げは継続してくるかもわかんない。で、上昇2位がフィナンシャルセクター。ここもエネルギーセクター同様、バンド幅拡大して、バンド奥っぽくなってる。で、高値ラインはまだ抜けてないんだけども、それでも強いですよね。で、インダストリアルセクター、工業セクターも、まあ、ちょっと高値ライン目指してきてると、マテリアルセクターも、は、ちょっと揉み込み状態ですね。はい。こういった形なんですよね。で、逆にヘルスケア、やっぱしここは下がりましたね。はい。バンドオーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が下落トレンドを形成すると、もうちょい下がるんですよ。これバンドオークの時の、鉄板パターンですよね。はい。なんで、ここはまあ予想通り下がってきてる。で、インフォメーションテクノロジーセクターが昨晩ちょっと下がって 1.14% 下落してるんだけど、ここのマック D がちょっとデッドクロス組みそうになっちゃってるんですね。で、かつ、ここの割れの抵抗ライン、切り下がってるんですよ。で、こっちの割れの抵抗ライン切り上がってるんですよ。で、マック D のこの割れの抵抗ラインも切り下がり型なんですよ。ダイバージェンスっぽくなっちゃってるんで、ちょっとですね、このパターンはあんまりよろしくはないんですよね。ダイバージェンス効果に関しては、概要欄の方にですね、各テクニカル分析の解説をアップしてるんですけど、そこの MACD のところで解説します。よかったらね、それをね、ちょっと見とってほしいんですけど、このパターンが出てくると、トレンドはちょっと弱まりつつある傾向にあるんですよね。だから、ちょっとハイテク少しやっぱし、金利の上昇伴って弱いですよね。で、アメリカの10年債利回り、見ても、今、バンド奥州で 1.644% まで上がってるんですよ。まあ、ここ上がってくるのはもう想定内ですよね。想定内。で、日柄調整が入るまで上がり続ける可能性があるんで、まあ、昨晩ちょっと上髭伸ばしてはいるんだけど、まだ金利上昇は一服感は出てないですよね。ストキャは、まあ、加熱気味のライン出てる、入ってきてるけど、マック D は鋭角に切り上がってるし、RSI も超えた形でちょっと、ね、山なりになってるけれども、まだ加熱気味っていうわけでもない。バンドオーク中なんで、東がボリンジャーバンドのプラス2シグマですね。この上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成してるんで、このパターンだったらまだちょっとね、上がってくる可能性っていうところを見ておかなければいけない。で、2年債利回りも、ちょっとね、山なりになってるんですけど、高値つけてきてる。5年債利回りも高い。30年債利回りも高い。で、30年債利回りに関しては、これ200日と5日移動のゴールデンクロス形成がちょっと近づいちゃってるってところ、ここゴールデンクロス組んでくると、もうちょっと金利は上がってくるかなって思いますよね。はい。そんな感じがします。で、長短金利差ですよね。銀行株、フィナンシャルセクターが、もうここもとかなり強いんですけど、これはもうここ見てください。アメリカの10年債利回り引くことの2年債利回りです。要は、リザヤですよね。リザヤ。銀行の収益っていうのは、この10年債利回り引くことの2年債利回りで表されるリザヤが、拡大すれば拡大するほど、要は上がれば上がるほど、銀行って収益上がりやすくなるんですよ。で、直近ボトムをつけて、2日連続急騰してるんですよね。ここを受けて銀行株は上がってきてます、今。銀行株は、日本の銀行株もそうだと思うんですけど、まあ、ここが今バンドオークっぽくなってるんですよ。バンド幅が狭い段階で、バンド幅が拡大する。で、バンドオークがこうずーっと続いてくる可能性っていうところもちょっと考えつつっていうところですよね。だから銀行株強いんですよね。銀行株が。はい。そこはね、しっかりと、ま、金利のところは覚えておいてほしいのと、で、さっきインフォメーションテクノロジーセクターの動向を見たんで、次に見ていくのがナスダックですよね。ここのチャートになります。で、ここはボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインで一旦下げ止まって買い戻されてるんですよ。パラボリックはまだ上昇トレンド継続中。ただし現状の日足の位置は一目の雲の中ですよね。この上の緑のラインを割って、この緑のエリアの中に入ってきてる。ということはトレンドの転換点の中に入っちゃってるんですよね。で、ストキャー加熱気味のラインから少しだれてきていて、RSI もまあ切り下げてると。まあこういったパターンなんですけども、
ここも、ここあたりからライン引くと、やっぱしトレンドラインはちょっと弱いんですよね。うん。上には切り下げてるんですよね。まあ、ここはまあ、同じ形なんで、あれなんですけど。MACD が少し山なりになって、デッドクロス組みそうになっちゃってるんですよ。で、ダブルボトムの、ここですね。一回下がって上がって下がって上がって、今下がってるんですけど、ダブルボトムですね。二つ谷作って、ボトムつけて、そのトップ、ネックライン、ここの高値ラインですよね。そこを抜けることができなかったんですよ、今回。また下がってきちゃってるんですよ。すごいそこがね、やっぱし気になるな、とは思いますよね。セクターローテーションが今入ってきてるんで、ハイテクはしばらくきついかもわかんないですよね。で、それに関してはこれですね。見てほしいんですけど、これいつも皆さんにお見せしているやつですね。VOOG 割ることの VOOV です。要は、グロース株割ることのバリュー株指数です、これは。上昇するとグロース株有利、下落するとバリュー株有利なんですよ。で、ここは予想通りやっぱし下がってきました。大きく下がってるんで、今バリュー株優位にマーケットはもう明確に動いてきちゃってるんですね。で、ここですよね。見てほしいんですけど、これ、ヘッド&ショルダー形成してるんですよ。まあ、ここもね、皆さんにお伝えしましたよ。で、ここのボトムの転生のライン割ってくると、一気にその下がってきて、グロースからバリュー株への流れが大きく出てくるかもしれないってことを言ってるんですけど、前からですね。その通りの動きになってきました。これも昨年末から言ってますからね、ずっとね。バリュー株っていうのは。で、ここは割ってくるとさらにバリュー株優位の相場が続いてくる可能性が考えられるし、MACD も下落トレンド形成、RSI も切り下がってきている、ストキャもまだ売られすぎの水準ではない。さっき言った通りパラボリックは下落トレンド形成、日足の位置は一目の影のライン、この赤のラインをギリギリ割り込んでいて、100日移動平均線、この黄色のラインですね。ここでボトム打ってる。ヘッド&ショルダーのパターン出てる。ということは、割ってくる確率が、なんかちょっと高まってると思うんですよね。そうなってくると、ハイテク株の上昇っていうところに、ネガティブに働いてくる可能性高いんですよね。で、ナスダックだけじゃなくて、昨晩はまあ、ラッセル指数も、ラッセルじゃなくてから半導体指数ですね。ソックス指数もちょっと下がってきてるんですけど、ここはまだちょっと何とも言えないんですよね。この割の抵抗ライン抜けてるので、MACD もまだデッドクロスは形成していない。で、一旦大きく下がったところから買い戻されたんですよ。結構買い戻し圧力は昨晩、半導体株に対しては強かったんですよね。強かった。で、半導体株でどこあたりが、やっぱしその上昇を牽引したのかっていうと、台湾セミコンダクター。ここが2日連続爆投してるんですよ。で、さすがにここで一旦頭打って下がってるんだけど、もうここはですね、ちょっとわかりやすいと思います。ボリンジャーバンドのプラス4シグマのラインですね。そこまで上がったんで、下がってると。もういつものパターンですよね。プラス4、プラマイ4シグマ。そこのライン足したら、一旦売りポジションに設定されやすいんで、こういった形で上髭であったり、下髭伸ばしやすいんですね。だけども、これはバンド幅拡大してるので、バンド奥なんですよ。で、急落は3日待てっていうことをね、皆さんに言ってるんですけど、逆もしっかりですよね。急騰したら1日、2日、3日続く可能性があるんで、で、3日目、4日目に、ちょっと転換点を迎える可能性あるんですね。なので、今晩の動き、明日の晩の動きっていうところをしっかりと見ておく必要があるかな。ただし、決算が1月13日なんで、もうこれ決算次第なんですよね。こんな感じですね。はい。まあ、その他の銘柄に関して、まあ、NVIDIA が 2.76% 下がって、また一目の雲の中入っちゃったねと。ちょっとね、弱い形になってきてる。で、アドバンストマイクロデバイス、AMD ですね。半導体の、もう大手ですね。NVIDIA と並ぶ大手も、ここも、一目の雲の中に入っちゃってるんですよ。で、MACD がデッドクロス形成しそうになってくる、してるんで、ちょっとここも下値目線なような気するんですよね。目先短期的に。下がってきそうな気がしますよね。はい。下がってきそうな気がする。で、ラッセル指数も昨晩は 0.16% 下落っていう形。まあ200日ラインですよね。このラインあたりで、まあうろうろしてるんですけど、
ここも昨晩は冴えなかった。冴えなかった。で、他の株式マーケットとかもちょっと見てみるんですけど、ユーロストック50は強いんですよね。上がってるんですよね。で、ドイツダックスも上がっている。ただし中国マーケット、ハンセンは下落。あ、ハンセンですね。香港ハンセン指数ですね。ここは下落しているでしょ？現状のマーケットの状況を見たんですけど、セクターローテーションです。今は。はい。セクターローテーション。それが間違いなく入ってると思う。今のところね。やっぱり上昇寄与度見てみると、昨晩めちゃめちゃ上がった銘柄っていうのは、やっぱりフォード、自動車関連ですね。ここであったりとか、キャタピラ。これものづくりですね。ものづくりのところ。景気が回復してくると、やっぱし、物が作られ始めると上がってくるところ。景気敏感株の中枢です、ここも。あとは銀行株のモルガン・スタンレー、ウェルス・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、JP モルガン・チェース、エクソン・モービル。まあ、ここも自動車ですよね。で、アメリカン・エクスプレス。輸送関係も上がってるし、さっき言ったボーイングも上がってきていて、ここも一目の上限のライン。この赤のラインを超えそうになっている。その他見ても上がってる銘柄全部バリュー株です。それが強烈に今上がってます。で、反面下落しているのは、ユニティソフトウェアであったりとか、スナップチャット、あとブロック、スクエア、仮想通貨関連ですね。で、クラウドストライクも下掘ってきていて、下落方向にバンドオーク作りそうになってるし、そこあたり、あとファイザーもね、こう下がってきてるんです、今ね、ファイザー。コロナの話題でね、上がってたんですけど、まあ、そこでね、一旦ピークアウトしてチャートパターン壊してます、これ。今まではこのボリンジャーバンドの中央線、赤のラインをボトムにしてからこう切り上がってたんですけど、今25日移動平均線、この黄色のラインも明確に割ってきてるんですよ。まあ、そういったことを見ても、やっぱし今まで上がっていた銘柄群、ハイテクグロースですよね。そこあたりが下がってる。で、マイクロソフトとかも、ガーファムも弱い。マイクロソフトも、また下がって一目の中に入ってしまって、5日移動平均線を切り下げてるし、アマゾンも、200日移動平均線、ここと5日移動がデッドクロス組んでる。25日移動平均線とこのピンクのラインですね。200日がゴールデンクロス組むかどうかっていうところは、まあ、注意して見ておかなければいけない。で、アップルも一旦そのまたダブルトップっぽくなってきちゃってるんですね。まあ、どうなってくるかわかんないけど、ここに関しては。で、アルファベットも、一目の雲の中、このエリアの中に入ってる。ガーファムも弱いですよね。パッと見。ということは、どういったところに投資しなければいけないのかっていうのは今年はわかると思います。はい。よし、今年は金利上昇局面っていうところにぶつかりますので、テーパリングっていうところもね。なので、やっぱし、去年から言ってる通り、バリュー株の流れが来てます。バリュー株。で、僕は、皆さんにお伝えしている通り、バリュー株中心で今投資してるんで、トレードしてるんで、ハイテク株をやりはするんですけど、ことグロース株のウェイトに関しては少し今、低めにしてます。低めっていうか、ほぼないです。ほぼないです。まあ、日本株の解説動画でもね、またちょっと、言っていこうとは思うんですけども、一応僕はそういった形で、景気敏感株中心で今年は、トレードしていこうかなっていうふうに思ってます。高 PER 銘柄に関しては、ちょっと、警戒しててもらった方が、目先はまだいいと思います。はい。そんな感じですね。なので、まあ、とりあえずは、今、起こってるのは、毎回恒例のセクターローテーションです。セクターローテーション。それが今、また強烈に出始めている。で、その流れにうまくついていきましょう、皆さん。今は低 PER、バリュエーションが安い銘柄。で、3月になったら配当月にもなるんで、配当金日本株の方でも取られますよね。取るような動きになると思うんですよ。だからそういった銘柄を選別してあげるっていうところが、やっぱし今のところは重要なのかなっていうふうに思うので、安易に下がったからといって買ってしまうと、この今のセクターローテーションの流れに捕まってしまう可能性も考えられるんですよ。そこあたり意識して、今のところ目先は、さっき言った GV 倍率ですよね。もう一回出すんですけど、このグロース株割ることのバリュー株指数で表されるチャートが、ボトムを打って切り上げてくるまでは、バリュー株優勢の動きが続くと思うので、ここが切り上げてくるまでは、ちょっとハイテク株は、
まあやってもいいんだけれども少しボリューム落としてやっていくという形がいいんじゃないかなって思ってます。なのでまた動きがあったらすぐにですね、YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら皆さんですね、僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいていただけるとすごい嬉しいのでよろしくお願いします。皆さんですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日もですね、一日お疲れ様です。